ゴリーニの娘で、ジュリアーノ・デ・メディチの愛人である。ジュリオ・デ・メディチの母。実際の名前はアントニア、またはアントニエッタで、フィオレッタは彼女につけられた愛称である。1478年5月26日、フィオレッタは、パッチ家の陰謀で、ジュリアーノが暗殺された1ヶ月後に、彼の被着室師の息子、ジュリオを出産した。出産後、ゴリーニがどうなったのかはあまり知られていない。 いくつかの記録は、彼女が同年に死亡したことを伝えている。残されたジュリオは、生後7年間を、大父の建築家、アントニオ・ダ・サンガロイル・ベッケオの元で過ごした。フィオーレッタの肖像は、サンド・ロボッティ・チェッリの、若い女性の肖像画に描かれているが、シモネッタ・ベスプッチ、クラリーチェ・オルシーニ、アルフォンシーナ・オルシーニあるいはルクレツヤ・トルナブ・オーニとも、言われる。 バルジェロ美術館に所蔵されているアンドレアデルベロッケオの彫刻、花束を持つ女性のモデルはフィオレッタ・ゴリーニである可能性がある。また、ゴリーニがレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザの背後にあるインスピレーションの源であったという推測もあった。ありがとうございます。